談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅。ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。まずは今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチパチパチ。毎日が吉澤亮さん記念日。6月21日。過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。なんといっても本日はデビュー記念日ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にこの日選ばれてくださって、選んでくださって、役者をやると決めてくださって、やめようかなと思ったけどやめないでくださって、今日までご活躍本当にありがとうございます。はい、2009年6月21日まさにアミューズ全国オーディション2009ザ・プッシュマンあなたの周りのイケてる子募集の最終審査の日です。ここで受賞されたことでデビューが決まったということですね。めでたい。2015年モデルプレスインタビュー夢を叶える秘訣掲載。2017年銀魂三つ葉編の予告が公開されています。でモデルプレスさんで銀魂の吉澤亮さんということで取り下ろしインタビュー。その中で冒頭ですね、自分で言うのもあれですけどビジュアルは似ているかもって思いました、かっこ笑い。本当にそれですよ、大勝利ですね。それから雑誌バーフアウト発売、スタッフさんから雨の中早朝から撮影中ですというお知らせ。2018年あの子の虜の、映画に関係して賞込みでの復活新連載決定ということでキャスト3人の初グラビア掲載。2019年スタッフさんより写真集発売と写真展開催、吉澤さんの役者人生の始まりの日でしたというコメントと、写真展を見ていらっしゃる吉澤さんのお姿公開。2020年 LINE ライブありました、デビュー記念。終わった後吉澤さんからメッセージ、グッズ買ってね的な2021年、今度は LINE ライブではなくライブシップでした、吉澤さんからメッセージ、グッズ買ってね的な、はい、などなどいろいろありました。本当に大事な日です。ご活躍おめでとうございます。パチパチパチ。さて次は本日の吉澤さん、2022年6月21日今日出会った吉澤さんをご報告します。なんといってもデビュー13周年記念日であるというのと、対談集 Talk to You の表紙が公開されました。なんていいお顔なさってるんでしょう。感激しましたね。なんか13周年ということですごくこう振り返ってしみじみしたりしていたんですが、何をもうそんな何を言ってるんだという感じで、遥か先の未来を見ているような眼差しにまた襟を正しました。これからもついていきます、よろしくお願いしますという気持ちでいっぱいになる表紙でしたと思ってたら、来ましたね、コメント動画。この対談集を手に持って嬉しそうな表情が嬉しいです。お話しながら横向いてちょっと鼻触ったとことかむちゃくちゃ大好き。これはきっとみんな大好きなやつですよね。とお顔の横に本を持つとこがあざと可愛くて好きですし、やっぱり話す言葉がこのご自身の対談集ということもあって、なんかすごく練られてるというか、地に足のついたというか、この奇跡という言葉の言い方がすごく感動的でした。で、じーんとお話を聞きながらも、もう何イケ散らかしてんのってぐらいかっこよくて、でも最後お手振り長い、多分吉澤さんも長えなって、なんか終わりたいモードのギリギリ微笑んでる口角と真顔になる一歩手前の目、はぁ、これが好き。でスタッフさんから素敵な新しいグッズのお知らせも来まして、もうそれはもう秒で予約させていただきまして、吉澤さんからグッズ買ってねはしないのかなと思ってたら来ました。続き。なんか、13周年っていう話で、拍手が多くて、またわーって嬉しくなったりとかして、で、もうね、毎日聖書を開くかのように朝の祈りに思い出したい言葉、今後も何年もこの仕事を続けていければ嬉しいなぁと、思いまーす。っていう、大好きも、
で、コップの説明ですよね。さっきの対談集の話してる人と同じとは思えない感じがもう最高ですよ。この吉沢さんの口から出るコップってなんかひらがなっぽくないですか？キューン。途中からグラスにね、切り替えられましたけど。ね、お酒を待ってる眼差し、ビールを受け取った時の嬉しそうなお顔。ああ、もう乾杯させてもらえたのもすごく嬉しかったですし、もうカンペを見るためにこちらにぐいっと寄ってこられて、ドキドキしたのもつかの間、このセット買いをご利用しされ、適当に飲みながら、高いなとか言っちゃったりしながら、もうショップチャンネルを展開。もうこれが見たかったと言っても過言ではないですよね。の僕のグッズを制覇したい方々と。あれ呼ばれたかなと思いながら。ちなみにそのゆらゆらタンブラーはどうなんですか？キリンさんのご協力だとしたら、以前一番絞りのキャンペーンで、香るくるくるグラスというやつがいましたけど、どうなんでしょうと思いつつ、でもね、氷を入れてカラカラ言わせたいということで、氷とお茶でカラカラ言わしたいと思います。あとね、寝る前にあったかい飲み物って吉沢さんに言われたら、それはもうお休み王子のビデオを見ながら飲めよっていうことかなと思っちゃいますね。ね、また最後の頑張っていきたいと思ってますので、今後も応援よろしくお願いします。じゃなく、お願いしますっていうのが、ジーン。これにやられてるのかもしれないと思いながら、もう一回乾杯できてむちゃくちゃ嬉しくて、お手振り、はい、長い。多分吉沢さんもまた長えなって、終わりたいモードのギリギリ微笑み口角と真顔になる一歩手前の目が、好き。大好き。なんか、あれですね、なんだかんだ、この吉沢ショップチャンネルを見ないと、周年イベントっていう気がしなくなってる可能性ね。ともかく、むちゃくちゃお忙しそうな中、ショップチャンネル動画ありがとうございました。幸せな記念日でした。はい。それからアイリス大山さんで巨匠シリーズのメイキング動画が公開されました。ありがとう。大好きなメイキングありがとう。と、テレビ CM 昨夜のニュースゼロ、カメラ付け冷蔵庫ストックアイ見ないでくれへん、ラジオ CM 東京 FM ワンモーニングトゥデイズキーナンバーと、同じく東京 FM 鈴木ナンバーワンファクトリーで鈴木ソリをお店で体感編がそれぞれ流れまして、それからアスマートではキングダム写真集と対談集トークトゥーユー予約受付中と、あとあと今日も一日中吉沢さんに思いを馳せることができまして幸せでした。これからもどうぞお体に気をつけて。さてここからは作品とお芝居について、仮面ライダーフォーゼ40話理念情念、なかなか渋いタイトルですね、の最初の方です。前回の学園ハットについての説明と、最後ですね、タウロスになった生徒会副会長とメテオが勝負することになったところ、メテオのセリフでお前の一番得意なものを教えろと。なんかその相手の得意なもので勝負しようというのはかっこいいねっていう話ですよね。で、ゴルフだよと答えられたので、ならゴルフで勝負。で、ここで自分が勝ったらみんなを解放しろみたいなことだよ。俺が勝ったらのこの尾のね、高さと伸ばし具合がね、ちょっとうまく真似できないんですけど、もうむっちゃ最高だなと思います。で、バルゴが間に入ってこれを取り持ってくれたんですけど、立ち去ろうとするバルゴを待てと高めの声でまた呼び止める。今回結構高めの声のメテオですね。なんかずっと気になってたと、前呼び出してペガサスは木島だというヒントを与えたね、超絶素晴らしい技術の羽のメッセージの時ですよね。あれはびっくりした。私もあれなんでわざわざ呼んで戦ってみせたんだろうってずっと思ってます。一緒だね流星君ね。なぜ俺に協力する、もしかしてというと、バルゴさん、私が味方だとでも思ったかと言ってボムッとやって去っていってしまいますね。謎を残していきました。で、流星君、生身の流星君になって落ちていたメテオストームスイッチを拾って、うーんっていう感じの口元、珍しいクイッとして、わーかわいいと思ったところで新しいオープニングです。新しいオープニング素晴らしいですね。このおーいえーのところがもう本当に可愛くて、これ絶対私最後の瞬間走馬灯に出ると 100% 自信を持って言えます。で、オープニング開けますとミユ先輩がゴルフ場貸し切って練習させてくれてまして、
で、まあね、先輩方がいろいろ心配して言っている中、クラブを取り出して不思議そうに眺めて、なぜか、なんだろう、ビリヤードでもないけど、クイッとついてみせたりして、これはフリーだったのかな？すごい真剣な顔で、めちゃくちゃいいですよね。で、先輩たちに勝てる自信はある？と聞かれて、当然のように、はい、って答えた後、でもゴルフは初めてなんで、つって、全員こけるっていうね。なぜか全く心配しない流星くん。よしって肩回し。もう一回よしって肩回して、北野武さんのモノマネをしている人みたいな感じの肩と首の回し具合が素晴らしいです。それを2回繰り広げてから、ほーわちゃーって打つ。木の弾けた顔ね。最高か。最高ですよ。で、もちろん空振り。しかも勢いでくる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 回っちゃって、こける。お見事です。拍手。というところで今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。